お、見るか。はい。ケゴイズが来るんでございます。お、誰かいるね。人影がまばらですね。はい、何人かいらっしゃる。はい、ちょっと今から行こうか。寄ろうか。はいはい。もう2分、3分経過。55分やったら6、7、8、3分経過。ダメだこりゃ。もう5分経過。変わらん。ダメですわこの信号は。なになに、健康湯塚公園の車でのご来場はお断りします。はいはい、わかりました。歩いてます。誰もいませんか。さっき東からから通った時ね、なんかパラパラ人いらっしゃったんやけど、誰もいないね。さて、100段ぐらい上がっていかなあかんねんな。さあ、上がりましょう。これが越塚御門公園。ああ、昨日越塚御門公園行ったけど、これは御門がつくんか。なあ、せいね。どうもついてないか。事前申し込みエリアかい。ケンゴシズカ古墳のすぐそばで見つかったことから注目を集めました。ケンゴシズカ古墳は古くより知られた存在でしたが、埋葬者は明らかになっていませんでした。内部にはですね、2つの埋葬空間があることから、お二方が脱走されていると考えられます。発掘調査ではですね、ガラス玉であったり、当時最高級とされる強調感の破片も出土していることから、高貴な方が埋葬されていると考えられます。いい眺めでございます。範囲を確認する調査では、古墳の裾周りは八角形を形作っていることが分かりました。実は飛鳥時代の除名天皇から文武天皇までの歴代天皇の陵墓は八角形をしているんです。ケンゴシズカ古墳は別名朝顔塚と呼ばれておりまして、その由来となっているのは、朝顔の花びらとケンゴシズカの八角形が類似していることから、そう呼ばれています。さらに周辺の調査を進めていくと、最初は平らな地面を掘り進めてたんですけれども、すぐにですね、大きな巨石が現れまして、これどもこれども床石が続いていくと、非常に大きな石室であるということが分かりまして、非常に驚きました。この古紙塚御門古墳の発見は、それぞれの埋葬者を知る手がかりとなります。日本書紀の天智天皇6年の上に、斉明天皇と橋糸の姫御子を埋葬した御捧の前に、太田の姫御子を埋葬した記述がございます。これらの埋葬を行った人物は中野大江の王子と考えられておりまして、後の天智天皇にあたります。3人の姫御子はいずれも中野大江の王子の血縁者。母である斉明天皇と妹である橋人の姫御子、そして娘の太田の姫御子。大化の改新や人心の乱などを経て、律令国家へと至る激動の時代を生きた姫御子たちがこの地に眠ります。3月の5日の日が初めて来たんですね。空いた時の去年の3月5日にね、初めて来まして、降りて中に降りてね、中見ることに来たんだけど、
あの中ね、あの下まで降りてね、川だそうです、これは。この前の石もね、前の川だそうです、これもね。あら、攻めやな。この上も攻めね。すごいでございますね。はい、ちょっとね、眺めを、ここは西から眺めてみましょう。もう洋館が4億円だったんで。おお、いいね、この眺めも。おそらくこういう感じだったんやな、最初。ああ、なるほどね。離れてんねや、丸くね。あそこ一緒になってるからわからなかったんだけど。そういうことやね。離れてんねや。さあ、今日行こう。はい、ありがとうございました。健康静岡古墳でございました。